アンニョハセヨ、ミソミニダ。今日はね、なんでフードかぶっとるかって言ったらね、太った。いや、痩せることはないんやけど、まあ太ったけん。YouTuber が大体フードかぶっとったら、あいつ太ったこと気にしとんやなと思っとったらいいと思う。まあこれでね、今日はもう2019年はもうみんなにさらけ出すっていうことを決めたけん。もう今日は何をするかって言ったら、ラーメンを食べます。ラーメン。久しぶりのモッパン。でも最近ね、めっちゃ忙しくて動画が全然上げられてなかった。まあでもそれなりにプライベートは結構充実しとった。まあ充実しとったっていう言葉使ってね、何彼氏できたよみたいな、そういう報告を匂わすみたいな、そういうことしよるわけじゃなくて、まあ忙しかったけど、まあいい時間を過ごしたよみたいな感じだけど。ほんで今日はね、ラーメン食べるに方よ。で、何のラーメン食べるかって言ったら、名前わからんねんけど、山陽ラーメンなんかね、わからん。まあ言うたら昔の味を漂わせてるっていうラーメンねんけど、今日はこれを食べようと思って。もうね、ラーメンってね、いつ食べても美味しいよね。ラーメン。なんかさ、ラーメンってさ、食べようってさ、なんか今日のラーメンあんまりやわっていう時ないことない。なんかどこのラーメンも美味しいしさ、まあ、結局なんかおすすめどこですかって聞かれるんやけど、結局どこも美味しいよね。基本的にインスタントって美味しいやん。やけん今日はもうそのインスタントをね、みんなに共有していこうと思って、早速作っていこうか。ラーメン。はい、今はね、お湯を炊きよる。なんかこれアングルがわからんけ、こんななんか上から撮るんやけど、しんど。あ、これなんかスカートじゃないよ、寒いけん、マフラー巻いた、お腹に。腹巻きしたいけど、腹巻きとかサイズないけん、これで。んでね、これなんやけど、てかこれってね、これ多分見たことある人多いと思うよ。自分も見たことあるもん、いっぱい。これけ、水が湧いてきたけん。いい感じ。で、この次にふりかけみたいなのを入れる。染み込め、味を染み込め。いい感じ。ああ、もう匂いがね、いいね。やばい、卵割ってしまった。最悪やべ、最悪、命が最悪。できた。ちょい、なんかいろいろあったけどできたよ。じゃん、やばくない？煙で夜、ちょっと蓋置いてくるわ。ビジュアル的にはこんな感じ。ちょっと卵ないけん、麺と汁しか入ってないけん寂しいかもしれないけど、まあね、ラーメンは何でも美味しいけん。これでなんか漬物、おばあちゃんが作ってくれた長いやつと短くのやつ、じゃあ食べていこうか。ラーメン食べるときはちょい1対1で決めてるけん、ちょい神心配。これで私のラーメンは誰にも邪魔をされないということで、ラーメンとキムチいただきます。はぁ、めっちゃ、もうラーメンってさ、作る時間もさ、待たない関係さ、まずその待った、いやもう駅早く食べろって感じよね。ではいただきます。やば、あぁ、もうめっちゃいい匂いしよる。おいしい。おいしい。本当ラーメンってね、いつ食べてもおいしいわ。てか無性に食べたくなるよね。ラーメンあんま映ってない、これね、自分の顔だけ映してるね、なんかね、いい感じ。なんかこうね、ふーってね、なんか誰かにふーって言って、あーとか言って食べさせてもらいたいよね。
美味しくないわけがない。あ、このラーメンね、全然辛くないよ。辛さのね、レベルがね、80まであったら、これはね、2ぐらい。うん、80あったとしたら2ぐらい。なんちゃからないやん。韓国のラーメンってね、結構ね、辛いのも多いけど、これは全然辛くないし、うん。美味しい美味しい。なんかソーセージもね、おまけみたいなんでね、なんかちょこ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 入ってね、ほら。見えるかな？美味しい。え、待って、これもうあと一口ぐらいしか残ってないけど、早ない？え？早ない？ラーメンっていいよね。なんか本当はね、なんか餃子とチーズと卵入れたりするんよね。やけどね、なんか今日ね、餃子なかったし、チーズもなんかあったけど、なんかそんななんか今日チーズじゃなーっていう気分じゃなかったし、卵は先割ったやんか。試練の連続の上のまたなんか成功のラーメンやん、今回。何よりかわからんけど、まあ食べるわ。お前は黙って食べとけって言うんだしね。ラーメンでさ、なんかずっとさ、味をさ、なんかこう、なんか、出しゃばりやん。めっちゃ来るやん。なんか、こう、ラーメンみたいな。その時にね、なんか、こういう野菜ね、口の中入れたら、本当にね、口にも優しいし。しかもね、これね、株かな？わからないけど、苦い系のキムチ？辛いじゃなくて苦い系のキムチとかがね、結構合うと思う。まあ、でもね、キムチと食べたら絶対美味しいけん。ラーメン食べるときは絶対キムチを食べた方がいい。なんか少なない？なんかね、朝ね、朝ごはんね、結構遅く食べたけん、一袋でお腹いっぱいになるかなと思って、なんかちょっと可愛いこぶって一袋とか食べてみたんやけどさ、もう終わったんやけど、どうしよう。あー、美味しかった。ね、今日はね、めっちゃ久しぶりにね、ラーメンのもっぱんした。久しぶりっていうか、え？ 2 回ぶり？ 2 回ぶりじゃない？何？初回、え？そういうフライパンとか邪魔やったけど抜けてきたんやけど、ラーメンね、美味しかった。いや、もう言うまでもないよね。美味しくないわけないやん。美味しいんや、あんなんね。ねえ、ねえ。ほんで、美味しかったんやけど、何話したらいい？じゃけん、韓国来たら食べてみてくださいとか。何話したらいい？こういうのって。自分ね、結構ね、好きなラーメン、ちょっと待って。あのね、ラーメンも好きやけど、このね、ラーメンもね、美味しい。ベッドの下からラーメン出てくるってどんだけデブなんだよっていう話なんやけど、まあ、このラーメンも美味しいし、あのラーメンも美味しいしね、結局全部美味しいけんね。まあ、韓国って言ったらさ、お土産の中にもさ、結構ラーメンがさ、こう上位を攻めてくるやんか。やけん、韓国来たらぜひ買ってみるのもいいし、しかも最近はさ、日本でも韓国のラーメンなんかちょっとなんかこう、現れてきてけん、食べやすくなったと思うけん、みんなもまた美味しいキムチと美味しい卵といっぱい食べて、そう、元気にもりもり成長しましょうっていう話です。以上、大韓ミックからでした。バイバイ。